皆さんこんばんは、兵庫県の尼崎市から来ました浅田純平と言います、どうぞ夜の部始まっていきました。すごい始まりでしたね。もうボワーンってなってます。もうちょっとできるかうまいことできるか分からないけど、一番新しい曲からやりますから、皆さんどうぞよろしくお願いします。What the fire, 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 f
気をつけて混沌の時代に捧げる、混沌の時代を生き抜こうとしている女性に捧げた曲。いつも女の人には頭が上がりません。全く大したやつらです。Thank you.
こちらの方も相当なギター好きだと思われます。エレキポーズをゲストにお迎えしましてやりたい曲があります。Thank you.
尼崎から歌いに来て、今日は初日なんですけれども、明日は米子のノアという店、バー大谷っていう店でやりまして、そして次は松江のアライブというところでライブをさせてもらいます。またお近くの方がいましたら、浅田純平のライブを聴きに来てほしいなと思います。出演させてもらったんですけど、この後出るシャイさんも1回目の時出て、またここでみんなで久しぶりに会ったわけですけれども、こういろんな日々が巡っていく中で、あ、またあの人に何週目かで会えたみたいな喜び、だから旅ってやめられへんねやなと思って次の土地に行ってしまいます。次は人生の旅、大楽園という曲です。先に至る花さの
なのでどこかに帰り道、やがては一つとなるところ、落ちたところがそこ楽園、永遠に目覚めようこの夜だけ、一瞬したらば逆回転、扉の向こうの大楽園。垣根をなくしに闇とかす愛の花、光を放つ七色の、まるでどこかに帰り道、やがては一つとなるところ、閉じた。最後の曲にしたいんですが、先ほど念仏とジャムをしている素晴らしい和太鼓のうんちーさんをお迎えしたいと思います。ドクターメーカーという一度のどっついかっこいいバンドのボーカルの人でもあります。さあ、一緒に行きたいなと思ってるんですけどね、行きたいですからまたよろしくお願いします。シリーズセッションできたら嬉しいです。ドクターメーカーのうっちーさんです。このイベントって結構ギリギリな、あのこんなの、あの照らしていいんかなとか、なんかいろいろ思ったりするんです。なんかすごい切り方によってバチ当たりなイベントやなと思うんですけど、あのその最後にお届けする曲は大王女という曲で、結構バチ当たりがありますけど、ちょっとよくわかりませんけれども、あの僕ね、アホなんで、あの最後にお届けしたいの、皆さんこれダンスミュージックやってますんで、一緒に飲んで叩いて騒いでここでできたらいいなと思ってやりますんで、どうぞよろしくお願いします。続きますよ、当然寺の夜。
ンコール。ジュンちゃん、アンコール。